はい、こんにちは、長澤です。ミニ四駆の改造をしていてですね、例えばタイヤを削ったり、ホイールを削ったり、ギアを削ったりね、いろいろ皆さんすると思います。そういった時ね、使う工具というのが、ヤスリですとか、リューターを組み合わせてね、やったりします。ワークマシンでね、やったりすることもあると思います。あとはね、こういうタイヤセッターとかね、使うこともあると思います。これまだ内緒のやつね。そこで、削りカスがね、かなり飛ぶということで、部屋がねめっちゃ汚くなるわけです。でいろいろ私は今までねこれね段ボールの中でねガサッてというの段ボールの中で削ったりしていたわけです。でも段ボールってね上空いてるし中見づらいしやったらやりづらいで結局ゴミも飛ぶしねっていうことで今回こんなものを購入してみました。ドーン、はい、コンパクト防塵ボックスでございます。何やら透明な板で組み立てるとこういう風になるわけです。両脇から手入れて中で作業する、こういった防塵ボックスを購入してみましたということでね、早速こちらね組み立ててみてね、大きさとか使い勝手をねちょっと皆さんにお見せしたいと思います。はい、ということでね、ここで組み立ててみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。内容物はね、これ1個。このキットだけですね。これがもう、組み立てるのみ、というふうになっています。はい。じゃあね、組み立てていきたいと思います。これね、折るとこ折って、外側から爪をこう引っ掛けるっていうね、爪を引っ掛けるっていうね、そういう組み立て方法になっています。はい、完成しました。こんな感じでございます。意外とね素材がんって思ってだけども組み立て上がってみるとね意外とねしっかりしてるんで、ここ痛くないようにねなんかこうシリコンっぽい枠がつけられてて痛くはない。ただ思ったより小さいけどまあ調べた通りかな、確かに寸法通りですけどね、やっぱ手入れてみるとねちょっとちっちゃく感じますよね。約2000円でねこの出来だったらまあ納得かなっていう感じの作りだと思います。で、全部はめ込み式なんでね、作るのも簡単です。はい。ということでね、じゃあ何かをね、中で削ってみましょうか。はい。削ってみます。はい。ということで、試しにね、こちらのホイールを100円ショップのヤスリで削ってみたいと思います。危ないからね、ままで置いてて。はい。こちらですね。削ってここの段差をね、取ってみました。で、このボックスの中をね。ご覧いただきたいと思います。はい、こんな感じですね。中には結構削りカスがね飛んでいます。まあ、試しにねちょっと先にやってたんですけどね。はい。まああそこの段差を取るだけでこんな感じでゴミが飛び散ると。で、まあ絶対とは言えないけどね保護メガネまあなくてもいいかなっていう感じはしますね。こういう軽いものだったらね、アルミとかね、鉄とかそういうのはちょっと危ないかもしれないですね。工具がね、割れたものが飛んでくるかもしれないので、一応保護メガネはなるべくね、した方がいいと思います。はい、ということで、コンパクト防塵ボックスの紹介でした。